ジュリアン・レトリバーの主演のね、極悪女王をネットフリックスで、ね、見ましたか。19日から配信してるんですよね。ダンプ松本役がジュリアン・レトリバー、そしてクラッシュギャルズ、長与千草が唐田エリカ、ライオネス・アスカが郷里香あやめ。いや、率直に言うとめちゃくちゃ良かったです。なんだろうな、こうネットフリックスのドラマ、僕はだいたいこう話題作になると今まだ見るんですけど、まあ、外しはほぼない。なんか特色としてやっぱ昭和ノスタルジー的なのがあるなと思うんですよね。ものすごい完成度で昭和とかのとあるエピソードをドラマ化する、なんかそういうのが特色的に多いかなと。まあ浅草キッドなんかもそうだし、全裸監督なんかもそうじゃないですか。忍びの家なんかってのはまた別な感じですけど、ファーストラブなんかも90年代っていうところと現在っていうのをこう行ったり来たりする部分もあったし、ターゲット層っていうのに合わせてそうなってるのかなと思うんですけど、まさに今回の極悪女王も当然ね、クラッシュギャルズと極悪同盟、ダンプ松本っていうのはまさに僕の時代っていうんですかね、まさに80年代とかじゃないですか。もうだからいろんな思いがフラッシュバックしてきましたよね。おお、あったあったっていう。あとまあ昭和感が素晴らしいですかね。斉藤匠さんとかが前女の経営者の方の役をやったりとかして、昭和的な経営手法っていうんですかね、特にまあ格闘技だからってもあるんだけど、ひどいなっていうような、そこら辺もリアリティがあって面白いし、まあまあそうね。クラッシュギャルズ、郷里香あやめが僕はライオネス・アスカにしか見えなくなりました、途中からね。唐田さんもところどころが本当に長与千草みたいで気合入ってますよね。坊主にもね、あの髪切りデスマッチで坊主にするところ本当に坊主にしてるし、もっとユリアンがねすごいなと思いますね。ダンプ松本よりダンプ松本っぽいというか、体型も全員増量してきてるんですよね。ユリアン相当太ったんじゃないですか。あの浅草ゲットの時もそうですけど、セットってねブルーバックででかい広いところでブルーバックにして、主要な箇所だけ作って、あとは CG でその街並みを再現するって言ってたんだけど、多分それの手法を使ってんのかなと思うんですけど、やっぱり昭和の雰囲気がやたら出てる街並みっていうんですかね、そこも細部にこだわっててリアリティがありましたし、まあ、個々の演技もすごかったな。もともとそのダンプ松本は松本薫っていうんですよね。そこと同期でライオネス飛鳥や長与千草がいると。修行時代は本当に楽しくやってたんだけど、それぞれだんだんね名前も売れてきてガチンコでやるようになってきて、女の子同士の青春群像劇プラスビジネスとしてのガチンコっていうところの対比みたいな、非常によくできた、これ鈴木治さんなんですかね、脚本、非常によくできた脚本だなと思って見ておりましたけど、途中で前田明の話になって、前田明の今度対談するんだよみたいなことを唐田エリカさん、長与千草役の唐田エリカさんが喜んでたシーンがあって、前田明さんが前なんかの YouTube かなんかのインタビューでP かけて言ってたけど、長与千草の少女を奪ったのが前田明だっていうね、なんかそういう話があって、僕はそこでちょっとニヤッとしましたけどね。懐かしいなと思ったのが、やっぱり全日本女子プロレスっていうのはこれセットで小人プロレスがつくんですよね。まあ、そこも本当にちゃんと取り入れてて、テレビ中継って当時がなかったんですよ、小人プロレスはね。でも前座で必ずやってたんですよ。だからあの会場に行くお楽しみみたいな、リトルフランキーとかね、なんか いろいろいたんですよ、当時の小人プロレスのスターがね。で僕も一回地元に来たんですよ、全日本女子プロレスが。その時はまだ僕は本当にまだ、なんだ、小学生かな、中学入ってたのかな、クラッシュギャルズができる前なんですよ。ビューティーペアが
売れてクラッシュギャルズの間にちょっとこうこのドラマでもあるけど空白期があるんですよね。次のスターを作んなきゃっていう時期が、その間に多少スターになってたのが、あ、まあ、これに出てくるけど、このドラマにも出てくるいわゆるジャガー横田、もうこのドラマにちょっと出てきてないなと思ったのが耳萩原なんですよね。当時人気あったのはやっぱ耳萩原なんですよ。ナンバーワンはもともとタレントさん上がりの女子プロレスラー、美人、もう相当美人なプロレスラーだったんですけど、で僕はその耳萩原時代に行ったんですよ、見にね、子供の頃に。そしてで僕は場外乱闘になって触りに行ったんですよ。その時誰が場外乱闘なのかちょっと覚えてないんですけど、こうまあそう触ってたら後ろからグーッと掴まれたんですよ。首根っこクワーッと掴まれて、何やんねんお前よって言われて、このガキがって言われたんです。はっと見たらそれ長代千草なんですよ。長代千草さんにめちゃくちゃ怒られたんですよね。まあなんかそういう役目を知ったんでしょうね、長代さんはね。だから僕はクラッシュギャルズで売れた時は、ああ、あの時に俺をこう首をこう引っ張ったあの姉ちゃんだと思いましたけど、でその後終わっていろいろグッズを買いに行ったりとかするときに、耳萩原さんの横でこううちわでこうやって仰いで、でやっぱ付き人だったのかなと。その時はもう可愛かったんですけどね、相当痩せててね、アイドルっぽかったですけどね、今ねかなり滑覆良くなりました。おじさんみたいになってますから。まあまあそんな感じで、こう僕はネットフリックスのこの極悪女王はかなりおすすめ。最後の方ちょっと僕は泣けましたしね。いやもう面白いし感動もある感じがありますよ。